大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。皆さんこんにちは、花園はかり役の本土楓です。皆さんこんにちは、インダカラネ役の富田美優です。この番組はテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女、略して百科のの見どころやアフレコの裏話など、ここでしか聞けないトークを時にはゲストさんをお招きしながらお届けしていくラジオ番組です。3回目よっぴー。アニメも順調に放送されております。ずっと綺麗、ずっと可愛い、本当にそんな今回ですけれども、本日百科のラジオに初ゲストさんが来てくださいました。もう呼んじゃいましょう。長縄マリアちゃんです。吉本静香役の長縄マリアです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。来てくれました。嬉しい。初ゲストだよ。いいんですか。いいのよ。お話的にもベストタイミング。そうそう、確かに。さあ、マリアちゃんが来てくれましたけれども、この3人で会うのはアフレコぶりになる。最後そうですな、アフレコではね、こうヒロインズ、まあ、レンタロウくんも一緒にね、ほぼずっと一緒に撮れていたから、うん、それぶりになりますけども、うん、アフレコも楽しかったね。楽しかった。しかもね、私この作品きっかけでマリアさんに、うん、マリアさんタメ口になったの。あ、なんか私その許可取ってるの見てたな。そう、許可取り。みゆちゃんが敬語やめませんって。そう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 。私もなんか敬語で話してくれてたから、うん、あ、確かにと思って、私もなんかタメ口の時もあるけど、うん、そうそう、敬語の時もあるみたいな感じで話してたら、そろそろやめませんやめませんっていうか、そろそろマリアさんに、うん、あのタメ口で喋ってもらいたいんですよ、うん、みたいなことを言ったら、そう言ってくれて、逆にいいのってなって、うんうんうん、もう今はタメ口で。いや、そう、嬉しいの。だからなんか、たまたまそうアフレコ帰りに電車で一緒に乗るタイミングがあって、今だって思ってここで言わないと、これ言わないといけないって思いました。私、本土とマリアちゃんは、事務所が同じで、うん、マリアちゃんが先輩になる。うん、そうね、うん、先輩先輩ですよ先輩全然そんな先輩ではありますけどね、仲良くしてもらって、はい、うん、ね、今日ここに来ていただいたので、いろんなお話をね、聞いていこうと思うんですけれども、はい、そんな長縄マリアちゃん演じる吉本静香ちゃんが登場したアニメ百科の第3話がついこの間放送されましたけれども、うん、いや、可愛かったな。ちょっとまだ3話見られてないんだって方、うん、ちょっと音量絞っていただいて、絞ってください。ここからはがっつり喋っていきましょうか。はい、まあ、3話ね、2話のお尻から登場してましたけど、まあ、確かに、ね、姿は映ってましたけど、ね、でしたか。静香ちゃんと最初に会ったのはオーディションとか。オーディションですね、うん、いただいた資料を見て、うん、もう表情から立ち姿から何もかも可愛くて、うんうん、あ、この子もうよりもっともっと可愛く、うん、みんなにもどんな人が見ても言ってもらえるようなもう静かなんだよな。もう静かだ。したいなって、そうそう、オーディション後ろを見た時はそう思ってましたね、思い返すと。でも結構特集というか、結構モノローグがあったり吐息があったり、まあスマートフォンを利用した声があったり、特集だったと思うけど。いや、でもなんかやっぱ百科のってこう、なんだろうね、ツッコミ、ボケ、なんだろう、リズム感っていうか、うんうんうん、がある中で、それこそね、かなねさんがこう、うわーって言ってて、うん、わー、そのツッコミ面白いって思ってるんだけど私もなんかそういうギャグに参加したいなみたいな気持ちがあるんだけど、やっぱスマホだから心をこう沈めて、ね、なんかみんながわーってなってるところでも私もわーって行きたいなってすごい思うんだけど、む無で行くみたいな、ね、感じ、音声として。そう、逆に職人技だったよね、ほんと。でも、わぁ、なんか一度とかある時とかも、うん、わぁ、どうやってやろうかなって思っても、うん、静かなしでそうですよねみたいな、なしかって、別あ、そう、なしか別そうそう、だ
からそうアドリブとか頑張ってどう、うん、なんか使われなくてもいいからこう百科のこの面白さに貢献できるようなものじゃないかなみたいなのは毎回なんか自分的に探っていってたなっていうのがあります。でもなんかこう割とこうわちゃわちゃしてるキャラクターが多いからこそこうみんながこうわーってわちゃわちゃしてる時に冷静に入るスマホの音声みたいなのもやっぱすっごい面白くっちゃって。そう嬉しい、よかった、うん。はい、そんなわけで今日はね長縄まりあちゃんと一緒にこのラジオをお届けしていきますけれども、うんうん、この百科のラジオリスナーの皆さんと一緒に笑いありキュンありビビンありな番組を作っていきたいと思っておりますので皆様お便りを大募集していますよ。はい、メッセージは応募フォームからもしくはメールアドレスラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオドット JP ラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオドット JP 宛てにラジオネームコーナー名とともにお送りください。 X はハッシュタグラジオ百科のをつけて投稿してください。はい、メッセージが読まれた方全員に百科のラジオの番組オリジナルロゴステッカーをプレゼントしちゃいますので、うん、皆さんたくさんのメッセージ待ってますよ、うん。それでは今日もこの曲からスタートしましょう。アニメ百科のオープニングテーマ大好きな君へ。大好きなほど大好きなほど大好きなほど止まらないわがままなこの気持ち君は私の世界でただ一人大切な人大好き目と目で感じ合えちゃう運命はどうしたって惹かれ愛のグラビティ創世記君はサンライズ愛だから君が無茶な本気見せるたんびすごくすごくすごく愛しくって君の好きの私誇らしいの新発見だ My heart まっすぐまっすぐまっすぐ見つめられたらどうしようどうしよう何だってできちゃいそうだよ何だって君のためならね大好きな人大好きな人大好きな人どうしましょうラブのキャパの人造に私した曲はアニメ百科のオープニングテーマ大好きな君へでした。この曲にはマリアちゃんも参加しておりますけれども、はい、レコーディングはいかがでしたか。え、これ言ってる二人ともあのレコーディングの前にこう、うん、セリフとして、うん、あ、言った流する言った言ったこんなキャラクターですよみたいなと歌詞をセリフっぽくやって、うんうん、なんか私は半分ぐらいずっとスマホの音声で、ね、そうだよね大好きな何その空間シュールこんな子でっていうねだから本当になんだっけ歌詞でなんだっけ、うん、まなんかまっすぐとかあまっすぐとかも全部棒読みでやったから、うん、なんかちょっとなんか無機質感がやっぱりちょっと自分的には、うん完成版をいただいて聞いて、うんうん、あ、もうちょっと無機質だなって自分的になんか思いましたね。あ、そっか、じゃあ歌の撮り方としてはモノローグじゃなくて AI の方のバージョンで撮ったってことか。え、でも AI すぎてもっていうことになって、うんうん、こう真ん中のモノローグでも、うんうんうん、もちろんモノローグのところもあるんだけど、うんうん結構こう、真ん中あたりを攻めましたね。感じます、うんうん可愛かったですね。はい、そんな私たち3人が参加しております大好きな君へ、たくさん皆さんぜひ聴いてください。百科のラジオキュン、ラジオの中のラジオです。リスナーさん目指せ恋愛偏差値100、恋のお悩み100本ノック。
さあここからは目指せ恋愛偏差値100、恋のお悩み100本ノック。定められた時期に必ず出会う運命になっている最高の恋愛パートナーこと運命の人、そんな神のみぞ知る運命の訪れを成就すべく、皆さんが抱える恋のお悩みと真摯に向き合い、恋愛スキルに磨きをかけていこうというコーナーです。ズバリ合言葉は目指せ恋愛偏差値100。そう、お悩み相談のコーナーです。恋愛の自信あります？いやあれ一番テンション上がってる。ないけど、でもなんか楽しい。女子とこういう話できるの。人様の恋愛の話ほど面白いよね。楽しい、全力で応援したいね。でもなんかこれさ、ゲストさんによってもさ、なんかいろんな違う話聞けそうだから、すごい楽しみ。じゃあもう早速紹介しましょう。はい、まずはラジオネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。可愛い子と会話をしただけですぐ好きになってしまうんですけど、これってどうすればいいですか？惚れっぽい性格って直した方がいいんでしょうか、ですって。なるほど、すごいですね。だから会話をしただけで好きになっちゃう。これってさ、その彼女さんがいる場合と時もそうなのかな。確かに、そう、詳細にちょっと聞きたいところ。そうそう、いやなんかさ、多分なんか前髪にグミついてましたさんはなんかその初対面の例えばさ、女性と話した時にさ、なんかあ、この人は恋愛対象になりうる人だとかさ、なんかこの人はなんかその恋愛対象とかではないかなってなる人ってなんか いるじゃない。いる。そう、だからそのなんか恋愛対象になりうる人がなんか多いタイプなのかなとはなんかちょっと思ったんだけどね。そうね、もしくは神様が書き間違えて、あ、運命の人がめちゃくちゃいるのかもしれないから。確かに、それはそう、レンタロータイプなのかもしれない。しょうがないのかもしれない。みんな魅力的に見えるもんね。前髪に組みついてましたファミリーを作るべきかもしれない。逆にマリアちゃんどう思いますか？いやでもなんかその彼女ありなしってまたすごく変わってくるなって思って、もしその彼女がいたらもう彼女に盲目ですなら全然いいと思うんだけど、かいない時に、いない時限定ですぐ好きになってしまうっていうのはめちゃくちゃいいことだなとは、すごくポジティブにね、惚れたらね、ここ当たってくだけろじゃないけど、したらね、いろんなたくさん経験できるし、もしかしたら結婚できるかもしれないしっていう。じゃあ直さなくていいということで。いいと思います。いいと思います。ただなんかその彼女さんができた時は一途になってほしいね。そう、それは本当にそう。頑張ってください。応援しています。はい、続いて、ラジオネームもっちりメガネさん、23歳男性からいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私はこの春から社会人になり、入社した会社の同期を好きになりました。おー。しかし人づてで同期の子には彼氏がいることが分かりましたが、仕事のことで相談に乗ってもらったり、二人でご飯に行ったりして一緒にいる時間を共有すればするほど好きな気持ちが募る一方です。皆さんのアドバイスをお願いします。あ、難しいね。彼氏いるんだもんね。ね。その例えば、私ちょっとドラマの見過ぎなんですけど、その彼氏が極悪彼氏だったら、そう、極悪彼氏だったら、俺が助けるって言ってるよね。聞いてみたらいいんじゃない？彼氏とどんな感じ？あ、そうそう。仲いいの？とか、うまくいってるの？みたいな、ちょっとこうジャブじゃないけど、って言って、それでめちゃくちゃラブラブだったら。そうだね、回してほしい。難しいけど、なんかね、引き離すとかは私的にあんまりするべきじゃないなって思うのですよ。そうだね、だからその彼氏さんが極悪だった可能性にかけるか、なんかその子のなんかこう良きなんか相談相手になってあげるとかね。あ、ちょっと苦しい時もね、ちょっと苦しいと思うんだけど、なんかそういう作品あるよね。苦しいよね。めっちゃ苦しいと思うんだけど、なんかそれでも諦めきれないっていう気持ちがあるんだったらあればいいかもしれない。なんかよく言うよね、あるっていうよね、その慰めで相談相手になってたら優しいって言って、そっちにキュンしちゃうかもしれない。なかなかその二択にかけてみるのがそうだね、いいのかもしれない。そうだと思う。
応援しています。とてもとても応援しています。頑張って頑張って。そして続いて、はい、ラジオネーム、あんたのことがべべべべ別に大好きなわけじゃないんだからねさん。こちら、21歳男性からです。大人ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、うん、元カノから電話がかかってきました。その日は4時間、翌日3時間半話しました。すごい。その後も毎日のように電話しています、うん、彼女の今彼の話に心1割もやつく心は未練なのでしょうか。すごい電話してるな、ね、こんな電話してるのに今彼がいる、このない今彼のことを言ってんのかな、うん、な何をね、もしここでね今彼が聞いてよ今彼がこうでさみたいなやつだってもやついてるんだったら好きなのかな。だって不幸せにそんな、そんなやつやめとけよっていう気持ちなのか、もやつく、元カノが電話をかける理由、かけてくる理由ってなんだろうって考えたけど、うん、まあ単純に元気してるかなあいつってかけてみたらやっぱ話が合うってことでこんな話してる、うん、でも今彼いるなら今彼にね、うん、いろいろ言うものじゃないの、ね、なぜ友達、うん、あ、もう別れて友達と思っている説、相手は機会がね、もうできていて、みたいな。ただし、あんたのことがベベベベさんは、うん、そんな割り切れてはいないというか、ね、うん、難しい。未練と決めつけるにはもったいないかもしれないね、うん、だって今彼がいるんだもんね。全然あなた若いから、いやそうね、若いから、あなた21歳でしょ、若いから、若いから全然これ未練じゃない、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 ね、次、次行きましょう、次、次そう、これでね、なんかもっとこうよりね、こう、うんうん、素敵な彼女さんを続けて幸せになることが一番のこう、なんか、うん、なんかね、幸せじゃない、うんうん、そう、可愛い子と会話をして惚れましょう。じゃあベベベさんは、ですね、前髪にグミついてましたさんになりましょう。なりましょう。はい、いいところまで行きました。頑張ってください、本当皆さん幸せになってください、幸せになってくれ。はい、というわけで引き続き目指せ恋愛偏差値100、恋のお悩み100本ノックでは皆さんの恋のお悩みを大募集しています。微力ながら皆さんの恋がちょこっとでも前に進むようなお手伝いをさせていただきます。君のことが大好きな100人の彼女、百科のラジオ、キュン。ラジオへの愛を化石燃料で例えんじゃないわよ。ビビーンなお話聞かせてもらえますか。ここからはビビーンなお話聞かせてもらえますか。誰しも一度は経験したことのある思わずビビーンと運命を感じてしまった人や物との出会い、そんなビビーンエピソードを紹介していこうというコーナーです。はい、うん、百科のといえば運命の人、うん、運命の出会い、そういう道なんだコーナーということで、はい、うん、ビビーンですよ、ビビーンですよ、人だけじゃありませんから。確かに。マリアさんは最近のビビーンエピソードある、うん、最近のビビーンか、ビビーンの頻度が、うん、頻度って少ない方なのかな、人間って。あどうなんだろ う私結構多いかも。え、いい、すごい。そう、最近こう、なんだろう、ネットのライブ配信してるやつで、うんうんうん、砂漠をライブ配信してるやつが、砂漠？そう、なんか人工的に作った水飲み場の前にカメラが設置されてあって、うん、キリンとか、なんだ、動物？イノシシとか、シマウマとか、野生だと思われる、うんうんうん、なんとか砂漠の動物たちが飲みに来るんだけど、うんうん、まあ、こう誰が来てもビビーンで、それは可愛い。あの後で紹介するね。あ紹介待ってる、いいこと聞いた。いや、そしたらにビビーンするかもしれない、ね、マリアさんが。私の話になっちゃった、うん、待ってる待ってる。はい、そんな感じですけども、皆さんはどうなんでしょうか。はい、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームカッパ巻さんからいただきました、ありがとうございます。
自分は夜型人間なので結構遅くまで起きているんですが、夜中の12時を回ったあたりから強烈な空腹に襲われることがたまにあります。わかる。脳内は完全にうわーラーメン食いてーって状態になっていますが、さすがに深夜のラーメンはギルティーの塊。そんな僕が出会ってビビーンと来たのはお菓子売り場にたまに置いてある豚麺です。そこまで量が多いわけじゃなく、サクッと食べられてちょうどいい満足感も、これは運命感じちゃいましたね。豚麺か、運命ですしね。美味しいよ ね。今スタッフさんがさ画像を添付してくれてるんだけどさ、豚麺にこんなにいっぱい種類があるの初めて知った。確かに私食べてたけど、どれを食べてたのか。赤いのよく見るかな、豚骨味。これがでもなんかこうスタンダードっていうか、だよねだよね。カレー味とかへあるんだね。美味しそう、美味しそう。うわ食べたくなっちゃったな。久しぶりついてきた。でもなんか確かにさ、こう意外とさ、お湯入れるとさ、量ちょうどいい気がする。なんかちっちゃいけどパッケージは、ちょうどいいね。罪悪感もね、ちっちゃくするからね。そう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 。いいんじゃない、いいんじゃないですか。いいものいいもの見つけてる、見つけてるよ。私も知ってしまったな。食べちゃうかもな。食べちゃうかも。やばいな。ビビ。買って帰っちゃうかも。夜食に。豚麺になります。はい、そして続いて、ラジオネームパワーカーブさんからです。ありがとうございます。私は百花ののキャラデザを担当している矢野茜さんにビビーンと来ています。矢野さんは別作品のキャラデザ担当時に存じ上げましたが、その作品のキャラがみんな可愛くて推しを選べず、全キャラを推しにする初めての経験をしました。過去に矢野さんが描いているところを見ましたが、スピーディーなのに一つ一つこだわりを持って細かく丁寧に描いていたので、その作品愛に惚れました。百花のも担当していただき本当に嬉しかったです。矢野さんすごいよね。すごい。いやご本人も可愛いの。可愛いですね。可愛いよね。私は百花のでしっかりお姿をこう生で見られたのが初めてだったんですけど、可愛い。可愛いね。声優さんかなって思っちゃって、なんか可愛くてびっくりしちゃいましたよ。神がかったキャラデザをされて、カウントダウン、アニメ放送までの間にも結構いろんな、ね、イラスト投稿されていて、やっぱ愛をすごく感じましたね、作品への。確かに、アフレコにも来てくださってるしね。絶対忙しいのに。確かに、ありがたい。ありがたい。確かにこれは我々もみんなビビーンと来ております。いろいろとビビーンでございます。はい、素敵。続いてラジオネームピエタノアレさんからいただきました。ありがとうございます。私のビビンは旦那です。あら、告白してくれて付き合い始めて結婚に至りました。最初告白された時はビビンとは来なかったのですが、とりあえずで付き合ってたら、この人すごい私のことを溺愛してくれる、優しい、こんな人他にいないと思いビビンときました。1週間後に私も好きと告白して付き合うことになりました。それが今の旦那様です。大好きですね。なんか素敵。こういうメールが夢落ちじゃなくここに来てくれるのがなんか怖い怖い。奇跡みたい。奇跡だよ、この番組にこんな素敵なものが来る。びっくりだよ。いや、いいな、羨ましいって思っちゃうくらい素敵な、私のことを溺愛してくれる、うわ大切にしてくれるんだね。確かに、いいな。なんか羨ましすぎる。何この空気すぎるんだよ。いいな。なんかいざこういうのが来ると、なんて返していいか分からなくなる。うわだからね、なんかこのラジオも旦那さんとぜひ聞いてほしい。確かに、確かに。はいはい、ぜひ。これからも幸せにしてください。お幸せに、お幸せに、長くありがとうございます。幸せ、ありがとうございます。素敵だ。はい、そして、もう一通ご紹介しようと思うのですけれども、ここで愛情レンタロウ役の加藤渡からメッセージが届きました。加藤、はい、あの声優の加藤渡からメッセージが来ました。本物、本物ですね。本物、本物。あ、なるほど。これは実は番組から百花のラジオへの参加をお願いしたところ、心よくメッセージを送ってくれたそうです。なるほど、依頼で書いてくださいました。加藤、ありがとう。ありがとう。加藤ね、独特な人なんで、ちょっとどんな文章が来るかね、なんかちょっとドキドキするんですけど、紹介しましょう。はい、皆さんお元気ですか？初めてお便りを送らせていただきます。ありがとうございます。僕のビビーンなエピソードは、
人生で初めて一目惚れをした時の話です。へ、相手は同じ大学の先輩でした、うん、たまたま学食で見かけてビビーンと来て、初対面でしたがそのまま思い切って声をかけてみました。おすごい。そこから交流が生まれてお互いに超長文のメールのやり取りを2年くらいしてたまに一緒に出かけたりもしました、うん、その人とはどうなることもありませんでしたが今日も会えたらいいなと大学に行くのが楽しみになって日常が色づいたような気がしていました、うん、とにかく今までに出会った誰よりも不思議で興味深い方だったのでまたどこかでお会いできたらなと思っています。3人は今まで出会ってきた中で一番印象的だったというような方はいらっしゃいますか。以上、愛情蓮太郎役の加藤航でした。百科のラジオへの応援よろしくお願いいたします。長い、ありがとうございます。ありがとう。さすが超長文をやり取りしていただきあって褒めてくれました。この方とは何もなかったんですね。ね、ね、そういうのもあるんだ。でもね、超長文のやり取りを2年くらい、すごいことだと思うんだけど独特、うん、2年も続いたってことは、うん、やっぱり何か惹かれるものがあったんでしょうね。めちゃめちゃこう趣味とかが合うとか、うんうん、素敵だ。なんかノスタルジックを感じてるよ急に加藤にこんな様子があるとは思わなくてごめんよ素敵じゃん。素敵じゃん。素敵だ。一応加藤からは出会った中で一番印象的だったという方いらっしゃいますか。これはまあ一目惚れに限らずかな。人印象的、かっこいいとかだけじゃなくてなんか不思議素敵みたいなことかな。はい、どうぞ、うん、みゆちゃん。なんか、うん、今思うと、うん、すごい青春だったのかもって思うエピソードがあるんですけど、はいはい、小学校と中学校、うん、一緒だった男の子の友達がいたんですよ、うんうんうん、でもほんと小学生の頃 も、うん、なんかもう3年生とかから6年生とかまでも同じクラスでみたいな感じで、うんうん、なんか当時はすごいなんか嫌いだったの。席とか同じ席になること、隣の席にあることとかあったんだけど、うん、もうなんか私お前のこと嫌いだし、いや俺もお前のこと嫌いだしみたいな感じだったんですけど、うん、絡みじゃん確かにそうだったんですけど、うん、なんかその私人見知りだからなんかクラス替えでなじめない時とかも、うん、なんとなくこう、うん、席に来て、うん、なんか喋ってくれたりとかっていうのが結構多くて、なんかめっちゃ口では喧嘩してたけど、なんか周りからはなんかいい感じじゃんみたいな風に多分見えてて、でもなんか告白してとかはこの加藤と一緒で全くなかったから、なんか今思うとすごいあの時の数年間はなんかちょっと青春だったのかもって思う。不思議な関係だね。その男の子の方は周りからさ、うん、まあ、いい感じじゃんって言われてちょっと意識しちゃってみたいなのなかったのかな。なかったと思う。なかったのかな。なかったと思う。ないの。なんかあってほしいと思っちゃうよね、この視聴者としては今そうそう、なんか内心思ってたんじゃないのみたいな。どうなんだろうね。で、なんか高校に上がるときに、うん、スポーツ推薦で、うん、サッカーがすごい上手な子だったから、うん、スポーツ推薦で、うん、地方の高校に行ってみたいな。サッカーも正直漫画そう、漫画だったのような、漫画だったかもしれないね、幼少期みたいな、うん、へえ、そんな思い出。素敵。どうですか、2人はありますか。あるかな。なんか中学生の頃に部活動ではい、はい、なんかソフトテニス部に入ってた頃に、うん、グラウンドを30分間走りまくるっていう、まあ、なんか運動があったのね、うんうん、練習として。でそうすると野球部サッカー部いろんなとこの間を走るわけですよ、うんうん、でそれを続けていた時にある日1年か2年ぐらい先輩の人が、うん、実はいつも走ってる姿を見てて、うん、いつも笑顔で走ってるなって思ってて、かわいい。そう、私笑ってたんだで、好きなんだって言われて、うん、まあ印象的でしたね。え、なんかいいな、みんな幼少期というか。いや、私も近所の、うん、なんか ブロック分けみたいなのされてて、はいはい、で、なんか私のところ、まあ、近所で家が近いからっていう理由だけでブロックチームみたいになってたんだけど、うんうん、私のところはなぜか女子が私しかいなくて、あとみんな男の子で、うん、まあ、だからすごく仲良しですね。今でも仲良くて、うん、素敵だ。でも別に、うん、何もなくみたいな感じだから、うん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 、
こんなことがあってとか今 あったかなと思ってすごい思い出そうとしたけど、ただただ仲のいい素敵いや大事にしたいね、うんうん、ビビンと来たことあったら言うね、はい、お待ちしております。その時はぜひお寄せくださいね。お便りをね、ちなみに今回くれた加藤渡ですけども、今後も番組に送ってくれるそうです。ありがとう。ありがとう加藤、楽しみにしてましょう。はい、というわけで引き続き皆さんからのビビンなお話、聞かせてもらえますか。では皆さんがまずビビンと運命を感じてしまったもの、人などとの出会いにまつわるエピソードお待ちしておりますよ。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。生まれた時から私には運命が定められていた。ラジオという名の運命が。花園はかり役の本土楓と、インダカラネ役の富田美優と、吉本静香役の長縄マリアでお送りしてきました。あっという間にエンディングのお時間です。今日の百科のラジオどうでしたか。どうでしたか。いや、みんなと恋愛のお話がいっぱいできて嬉しかったです。なんか女子会って感じする。したね。人数一人増えるだけでこんなにもまた盛り上がるのかと、ね、思いましたし、はい、楽しかったですね。楽しかったです。本当にありがとうございます。あちらこそ。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大大大大大募集中です。テーマは4つ。1つ目はビビーンなお話聞かせてもらえますか。皆さんが思わずビビーンと運命を感じてしまったもの、人などとの出会いにまつわるエピソードを教えてください。そして2つ目は、別にあんたの話を聞いてキュンとしたいわけじゃないんだからね。皆さんが心ときめいたキュンなエピソードを送ってください。3つ目は、目指せ恋愛偏差値100、恋のお悩み100本ノック。皆さんの恋のお悩みを大大大大大募集。微力ながら皆さんの恋がちょこっとでも前に進むようなお手伝いをさせていただきます。さらに4つ目は、あんなことやそんなことを妄想したいラジオリスナー、略して ASMR のコーナー。リスナーの皆さんの理想の告白シチュエーションや、私たちに言ってほしい ASMR ボイスを送ってください。ダミーヘッドマイクを使って再現しちゃいます。はい、番組の感想や私たちへの質問など普通歌も大大大大大募集しています。メッセージは応募フォームから、もしくはメールアドレス、ラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオドット JP、 ラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオドット JP 宛てに、ラジオネーム、コーナー名とともにお送りくださいね。 X ではハッシュタグラジオ百科のをつけて投稿してください。メッセージが読まれた方全員に百科のラジオの番組オリジナルロゴステッカーをプレゼントしちゃいますので、ぜひどしどしメッセージ送ってきてください。テレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女第4話は10月29日日曜日に東京 MXBS11 他にて放送されます。ぜひご覧くださいね。はい、第4話のサブタイは、イチャイチャ会と思いきやでございます。そうよ、思いきや何が、サマのラストで静香ちゃんのそのなんだろうな、静香ちゃんに対してまっすぐにね、レンタロウなりのこう手を差し伸べたわけですけども、うんうん、そこから4話はどうなるのかっていうところで、うん、いやいいですね。大好き、ね、私は大好き、4話大好きです。大変なことに各々、はい、各々大変なことになりますが、気持ちがね、気持ちとかいろ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 が、はい、確かに大変なことになってます。あの、計りも大変な、物理的にちょっと嬉しくて、はい、楽しみにしててください。はい、そして長縄マリアちゃんは次回の百科のラジオにも登場してくれます。やったー、ありがとう。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回もラストはアニメ百科のエンディングテーマ、三崎奈子さんスイートサインを聞きながらお別れです。百科のラジオ、ここまでのお相手は花園はかり役の本土楓と、インダカラネ役の富田美優と、吉本静香役の長縄マリアでした。バイバーイ。予測できない。